キックボクサーの白根太一です。今回は、スマッシュ選手権に参加させていただくことになったんで、僕そんな自信はないんですけど、まあ、いい記録出せるように、頑張りたいと思います。なんですけど、はい、一番大事なことは頭よりも前で打つことが大事なんですよ。頭より前ですか？そうなんですよ。なのでここで打っちゃうとスマッシュって速くならないので、はいはい、頭よりも前で打つっていうことが一番大事なんですけど、はいはい、もうそれさえ分かってればあと当たればもう勝手に下にピシッていくので、はいはい、それだけ意識してやってみてください。わかりました、はい、上から上から OK、 もっと上から、そう、ナイスショー、いきます、はい、上から、おー、ナイスショー、上から、ほい、上から、おー、ナイスショー。距離感が難しいな。100点、100点、私より速くなりそう。上行っちゃうな。いや、今いいと思ったんだよな。119、117、いや、ちょっと120いきたいな、せめて。あ、124、お疲れ様でした。お疲れ様でした。記録が126という。はい。もう126っていう数字がどのレベルなのか分かんないですけど、ちょっとセンスないですね。久々にこうやってバドミントンに触れてすごい楽しかったんで、バドミントンの世界ももっともっと僕も知れたらなと思ってます。日本代表の皆さん、僕も格闘家で同じアスリートとして、応援してるので皆さん頑張ってください。ボディービル兼格闘家の北村克也です。よっしゃ、よっしゃー。